さあそしてこれまで話題になっておりました、はいはい、なんと斬鉄のアドリブシーン、おお今日のメインディッシュ、アンダートゥエンティ12歳以下か余裕はい、ピナギ主人公のナギ選手のお約束なんですけどね。あ、なるほど、一回見逃します、これ裏事情を話すと、はい、もうぼちぼちいろんな収録が進んできて、はい、ちょっとモードがね、モードがだいぶ変わってきちゃってる今もう今余裕だもんね、俺が主人公って言っても別にもうね、まあ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 、あと少しの命です、あと少しの命はい、そうだね、少なくとも今作エビナギエピソード1に関してはね、はい、主人公というのはこれがもしかしたら最後かもしれないから、はい、はい、2がどうなるか分かりません、はい、存分に言っていきたいと思います、主人公の凪誠志郎の声を担当しております島崎信長です。本日はよろしくお願いします。はい、島崎さん、ありがとうございます。さあそして続いて本作の舞台挨拶初登壇となります剣斬鉄役、興津和幸さん、ありがとうございますやっと私の出番が来ました丸の内ピカデリーここが俺のテリトリー今日は雨だね、レインマン興津和幸です、よろしくお願いいたしますお願いします、はい、興津さん、ありがとうございます。さあそして最後に潔与一役、浦和樹さん、はい、テレビアニメブルーロック第1期そして第2期主人公潔与一役、浦和樹です、よろしくお願いします。はい、浦さん、ありがとうございます。はい、こんな感じで頑張りたいと思います、よろしくお願いしますいつもこんな感じだったんですそんなことはないですけど、そんなことはないですけど、はい、はい、来週、そうですね、もう来週ぐらいぐらいだよね、はい、2人でロサンゼルスに行きます、行きます知らないんだが知らないんだが斬鉄はやっぱ多分税関で引っかかるんじゃないですかね、英語が確かに英語が多分できなさすぎて、ご利用すから多分ちょっと別室に、なんかあれしょ観光だって言えばいいんでしょビジネスって言ったらいいの、わかんないです、わかんない、サイトシーン、もう分かんない、なんか言い間違えてすごいやばい単語言っちゃってこう別室に連れて行かれる斬鉄っていうのはやっぱり見えるんで、見えるね、見えるんで、ちょっとここはすいません、またちょっと日本は任せます、逆に日本は、日本お願いします、わかった、日本お願いします、日本は任せてほしい行ってきて、ロサンゼルス、ロサンゼルス LA 行ってきます、2人で LA にさあそしてこれまで話題になっておりました、はい、なんと斬鉄のアドリブシーン、おー今日のメインディッシュで、 SNS も皆さん気になってる方多いらっしゃると思うんですけども、これが今日のメインディッシュです、で皆さん気になってますよね、これを伝えるためにここに来ました、そうですよ、うん、もう僕らもこれ言ったら俺も帰んなきゃいけないじゃないか、いや違う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 、せっかくテリトリーにしたのに、いやこの後ちゃんと美味しいデザートも来るんで大丈夫です、そうです、ね、大丈夫です、そうか、本編があるからね、はい、本編がありますから、いやアドリブ時間かかったんですよ、すんごく、そう生みの苦しみとはこういうことかと、いや、うん、本当に本当に、いやこれ本当にそうで、うん、ここ何か裏で斬鉄言っててほしいなっていうのが現場であって、うん、でもまさかの先生たちすら斬鉄のこの場にそぐう言葉がパッと出てこなくて、ね、出てこなかったんですよね、うん、だいぶ時間かかったんですよ、はあ、僕そんな責任取りたくないから先生いるんだったら考えてくださいっつって言ったら、いや出ないっつって、だいぶ時間かかってみんなで考えて、いや僕出ましたっつって参りますと行きましたね、行ったんです、はい、もうシチュエーションも言っちゃって、はい、いいですよ ね、もしよければぜひ、ね、教えていただけないでしょうか、もう言ってる場所ももう言っちゃっていいよね、あそうですね、うん、大丈夫だと思います、もうまあだからそのアンダートゥエンティ戦に備えてる、はい、はいはい、最後とかがこうね、はい、準備してるとことかの裏で、はい、はい、うん、斬鉄が言ってるんですよ、そうですよ、いろいろエゴさんの説明を受けて、はい、アンダートゥエンティと戦うぞみたいな、ザッてそうみんながお前ら準備しろって言われた後、アンダートゥエンティ12歳以下か余裕と言いました、いやもうこれがもう満場一致で現場で
もうこれしかないって、これしかないって、はい、もうスタジオ中大喜び、いやもう最高っつってこれしかない、で劇場に行って聞いたら俺もよく分かんなかったあのね、相当うっすら入っては、音のデータを分解していくと入ってるんですけど、うん、そう、その聞こえるかどうかは、あまあそうですね、でも今日だから確認してもらいたい、耳を凝らしてね、なんか、はい、ザンテツがなんか言ってるぐらいは分かるかもしれないから、うん、そうですね、言ってる、こう言ってんだなと思ってた、アンダー20 12歳以下か余裕って言ってる。いやでもね、これのいいところって勝手に僕は思ったんですけど、はい、本気なんですよ、ザンテツは。俺はいつだって本気だよお前ら俺のことをバカにしすぎだぞ。してない、してない、こないだの打ち上げの時だって俺のことをバカにしていただろ。してないです、してないです、リスペクト本当俺がでも一番印象深いのは、はい、本人は覚えてると思うんだけど、覚えてないですまだ言ってないからねまだ言ってない、いや恥ずかしいことは大体覚えてないんですけど、あのほら配信があった回で、はい、あ何のバースデーの時だっけ、あ違うわ、違うわ、あれの特別会の時だ、放送室特別会の時だ、特別会の時ですね、なんだっけ最後の締めでさ、はい、あ何言ったんだっけ、なんて言ったんだっけ、あれちょっとよくわかんないっすね、あのなんか、はい、なんだっけ覚えてる、あの覚えてますけど、なんて言ったんですか、俺ね振っといてなんだけど、はい、忘れてるんだよなんでですか、めっちゃ面白かったことだけすげえ覚えてるんだけど、最悪だ、なんて言ったかもう一回言ってみてもらって、最後の挨拶だよね、最後の挨拶くらいんだよね、なんて言ったんだっけ、はい、はい、じゃあ、まあ、その、まあ、登壇してて、はい、まあ最後は、まあ、普通だったら、普通だったら劇場、うん、その普通だったらこの登壇してる皆さんから一言ずつもいただきましょうっていう流れだったんですけど、うん、すごくテンパってて、それではじゃあ本日劇場にお越しの皆さんから一言ずついただきましょう何時間かかんねん、みんな喋ってもらったの、何時間かかんねん、でそっからだから降りてって一人一人やってない、やってない、すごいやってない、すごい愛を感じる、4時間ぐらいかかりましたね、あれは本当に朝が主役じゃないとできないいや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 関係ないです、関係ない、ただのやばいやつです、それはっていうことがあったぐらい、なんだろう、すごく、まあ、でも楽しい時間ではありました、ね、いやあれはねすごかった、あれあの人数少なかったからだけど、はい、大きいブルーロックのイベントでやったら多分声優界でしばらく流行ったよそういうの悪い先輩が別のイベントとかでも、じゃあ最後皆さんからご挨拶いただきましょうとかやり始めて定番にされるからよかったね、あの日少なくて本当によかった本当によかったです、本当に、いやでもさすが、その辺もね、やっぱさすがのプレーでした、すごいプレーを生み出してました、わざとじゃないですよ本当に、そんな、まあ、手に汗握る展開がいっぱいありましたね、はい、はい、全てを楽しむ、おーいいね、素晴らしい、でそういった思いだしね、どんな辛いことがあったのかな、どんなそういうわけではないそういうことじゃないね、そういうわけじゃないですけど、なんかこう今まではそれこそブルーロック第一期と撮ってる最中はなんか僕自身もこう自分の限界を超えようと必死にっていうところがすごく強かったんですけど、まあまあ第二期に向けて今いろいろ取り組んでる最中で、そこを一個ステージを超えて、なんかもっと俯瞰して全体を見れるような人間というか、まあ伊崎君自身もすごくやっぱり成長してるので、そういう意味でなんか僕にかけているものは何だろうってなった時に、最近なんかこう細かい一つ一つの一日のなんか楽しむことみたいなものがなかったなみたいな、こう趣味にちょっと没頭したりだったりとかっていうことなので、だからこそなんかこう今お仕事を頑張ってるからこそ違うところからもいろんな刺激を受けて仕事に還元していきたいということで、もう今日のこの舞台挨拶も最高に楽しみましたし終わってないましたし、なんかまあこれからのなんかお仕事もたくさん楽しんでいきたいなということで、素晴らしい、はい、全てを楽しむという、いや楽しむ大事よ、はい、選ばさせてもらいました、ドン、飛び出せザンテツくん 4DX 公開決定おめでとうございます、決定なんすね、決定、いや願いは強く持てば強く、うん、持つほど叶うんだから、ね、これはちゃんと去年からずっと温めてるから、そうだよ、うん、今回は飛び出しこそしなかったけれども、はい、飛び回ったザンテツくんは、はい、アディショナルタイムで見られたはずなんで、見ましたね、なんとしても今度は 4DX にしたいということで、はい、これが叶うかどうかは来週のアメリカにかまかってます、よろしくお願いいたしますあそんな、やっぱね、そんな飛び出しても、よろしくお願いします、
日本は守ってください。よろしくお願いします。ザンテツがこうぐるんぐるんってボーンって君のうわーザンテツ君が必死で用意ドンしてるのを皆さんにも体感していただけるような。ね、ああなるほど、で。子供とかがちょっと怖くて泣き出すような。いやいや泣かせない。気持ちいいってなる。ああなるほど。風を感じるような。なるほど。楽しいってなるように、ね。はい。ぜひそれを。飛び出せザンテツ君。だから来週よろしくお願いします。お邪魔です。はい。頑張ります。ありがとうございます。飛び出していこう。飛び出しましょう。皆さんのおかげでなんとか成り立っております。ありがとうございます。私は。約束を果たせますようにと。あ、これいいですね、うん、かっこいいじゃない。さすが主役。さすが主役だね。やっぱりおきつさんと飛び出せザンテツくんを実現するって約束したんで、ありがとうございます。約束を。それ、それなんですか。それさすが親友だ。今書いたんだよって。いやいやいや、そんなライブ感は出る。まあまあまあ作品のね内容もそうですし、そうです、ね、まあ今のそれこそまあ、この先ずっとね本当に原作が終わるまでアニメ化してくれたんだなとも思っていますけど、今後のナギとレオのこれからの約束っていうところもそうですし、はい、なんか大事にしていきたいなって改めて、まあナギはめちゃくちゃ大事にしてるんで約束、下手したらレオよりも多分重く当たり前のようにちょっと大事にしちゃってるところもある気もしたりもしてて、個人的には、うん、そうですね、うん、なんでこう今後ね自分もやっぱり約束、さっきのちゃんと口に出して言えようじゃないんですけど、約束したことちゃんとしてくって大事だなって思うし、逆に言うとできないことは約束しない。あ大人だな。それも大事。それも大事。確かに約束したなら頑張るし、うん、最初からできないこととかやる気ないことをその場で合わせてなんか約束とかは絶対しないっていう風にね、確かにそろそろ大人だからそうやって生きていきたいなと思いも込めて、まあ何よりでもナギレオの今後に、はい、思って果たしてほしい。果たしてほしいけどひどい目に遭うからね。ひどい目に遭わされるからね。ちょっとよくわかんないですけど。よくわかんないですけど。イサギのポジショニングが悪い。すいません。ちょっと普段はもうちょっとポジショニングできる子なんですよ。普段はすいません。ちょっと緊張してるみたいで。かわいい。かわいいよ。かわいいよ。応援撮影になってる。と思います。カメラを見ていただければと思います。